マルティン・カイマーはドイツ・デュッセルドルフ出身のプロゴルファー。2010年に欧州 PGA ツアーのレース・トゥ・ドバイ総合優勝を獲得。2010年の全米プロゴルフ選手権でも優勝した。カイマーは2005年にチャレンジツアーの下部ツアーであるエップドツアーのジャーマンクラシックでアマチュアとして優勝。2006年のハブスバーグクラシックでは第2ラウンドで59をマークした。 当時のスコアカードは、その年のエップドツアーで、賞金王に輝き、2007シーズンの香港オープンで、欧州ツアーデビューを果たす。カイマーはその年の最優秀新人を受賞。2008シーズンのアブダビゴルフ選手権で、欧州ツアー初優勝を果たした。2010年の全米プロゴルフ選手権で、ドイツ人初の優勝を果たし、ドイツ人としては、 ベルンハルトランガー以来二人目のメジャーチャンピオンとなり、この年は欧州ツアーの賞金王、翌2011年にはワールドランク1位となった。2014年の全米オープンにはスイング改造して臨んだ。パインハーストの特徴は、1500ヤード長の長いパー4が4つにグリーンは真ん中が高く、端に行くほど低くなるお椀型。 カメの甲羅型、おまんじゅう型である他に、この年は3大会史上初のラフのない、全米オープンであったが、フェアウェイを外すと、両サイドは砂地であり、その上にはまばらに生いた、ワイヤーグラスと散りばめられた松葉がセッティングされた。カイマーは、初日65の5アンダーで首位に立つと、2日目も 65? で、首位キープ、日ごとに、カイマーに挑戦するかのように、 ピンポジションが難化した中、初日から首位を守って完全優勝を果たしたが、これは2011年、ドリー・マキロイ以来で史上8人目。優勝のスコアは通算9アンダーで2位に8打差であった。バーディは16個で大会1位。平均パッド数は1.53で3位であり、パッドが冴えた。ドイツ人初の全米オープン制覇であり、 大会史上2番目に少ない合計スコアでメジャー2勝目。この年は父の日開催の全米オープンだけでなく母の日開催のメジャーに次ぐ格付けのプレイヤーズ選手権にも勝利。ウィキメディアコモンズにはマルティン・カイマーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。